どうも、なかしです。今回はアルディーノを使ってテレビのリモコンを作りました。その作り方を解説していきます。テレビやエアコンのリモコンには赤外線通信が使われています。今回はアルディーノと赤外線 LED を使ってテレビにデータを送信します。ちなみに赤外線は目に見えない光となっています。赤外線通信は一方方向のみのデータの送信となっているので、ラジコンのようなリモコンと動かすものというような関係の時に使えます。今回使用した部品はこちらになります。1キロオームの抵抗、100オームの抵抗を2本、10キロオームの抵抗を1本、タクトスイッチ、このボタンを押すとリモコンからデータが送信されます。トランジスタ、 LED を点灯させるために使います。こちらが赤色 LED、 こちらが本日の主役の赤外線 LED となっています。2つを比べてみると外見の違いは色だけですが、電気的な特性が大きく違います。例えば電圧効果や純方向電流、光の波長が違います。外部電源を接続する DC ジャック、解説動画でよく登場するアルディノウーノ、あとはブレッドボードです。それでは早速ブレッドボードに回路を組んでいきましょう。まずは電源周りから接続をしていきます。続いてタクトスイッチをつないでいきます。10キロオームのプルダウン、電源電圧、アルディーノのデジタルピン2に接続をします。まずはタクトスイッチをブレッドボードに取り付けます。その後にプルダウン抵抗をつないで信号線をデジタルピン2に接続します。スイッチを押したときに電源電圧が供給されるように反対側にはプラス 5V へつなぎます。続いて赤外線 LED の回路を作っていきます。今回はトランジスタを使用して LED を点滅させます。こちらの LED は赤外線 LED となっています。 LED の上につながっていた 50Ω の抵抗ですが、 100Ω の抵抗を2つ並列に接続をし 50Ω を作り出しています。計算式はこちらのようになります。実際に計算してみると分かりますが、同じ抵抗値を並列につなぐと半分の値になります。覚えておくと役に立つと思います。こちらがトランジスタ 2SC1815 です。左からエミッター、真ん中がコレクター、右側がベースとなっています。それでは赤外線 LED の回路も作っていきましょう。まずはトランジスタから接続をします。エミッターをグラウンドに接続をします。その後にコレクターへ 100Ω の抵抗を2つ並列に接続をします。続いてベースに 1kΩ の抵抗を接続し、反対側をデジタルピンの5に接続をします。赤外線 LED にはアノードと仮想度があります。これは普通の LED と全く同じです。向きを間違えないように接続をしてください。アノード側を DC ジャックのプラスに接続をしています。こちらは普通の LED です。赤外線 LED は人の目で見えないので、代わりにこの LED を使ってデータを送信しているか確認をします。こちらはデジタルピンの3ピンに接続をします。アノードと仮想度を逆につながないように注意しましょう。回路が完成したので USB をつないでプログラミングを行っていきます。
赤外線通信にはフォーマットと呼ばれる型が存在します。データの0は 38kHz のパルスを 1T、 ローを 1T となっています。データの1は 38kHz のパルスを 1T、 ローを 3T となっています。 1T は562マイクロセックとなっています。まずはこちらをプログラミングで再現していきます。ピン配置が変わっても簡単に変更できるように乗数で設定をしています。続いてピンの入出力設定をしています。続いて LED がオンの時とオフの時の関数を作ります。 LED がオンの時はトーン関数で 38kHz のパルスを作り、 LED オフする時はノートーン関数を使ってオフします。続いて 1T のウェイトを作ります。ディレイマイクロセコンドという関数を使いましたが、トーン関数との相性が悪く、本来であれば562を入力すれば 1T を再現できるんですが、うまく動かなかったので値を調整しています。先ほど作った3つの関数を使い、リーダー、カスタムコード、データ、ストップビットの関数を作っていきます。リーダーコードは LED オンが 16T、 LED オフが 8T となっています。カスタムコードとデータについては、先ほど紹介したデータの0と1を使ってデータを送信するようになっています。8ビットのデータを2回に分けて送信しているのは、1個は本来のデータ、もう1つは通信が正しく行われているか確認するためのチェックサムのデータとなっています。最後のストップビットはデータの0を送信します。では実際にプログラミングをしていきます。まずはリーダーコードから作っていきます。続いてカスタムコードとデータを送信する関数を作るんですが、注意点が一つあります。それは LSB から送信するということです。 LSB というのがビットの重みの一番軽いものを意味して、逆に重たいものを MSB と呼びます。この表だと LSB は B の0、 MSB が B の7となります。赤外線通信のフォーマットによると LSB からデータを送信するとなっているので、この表のデータの場合だと10101010という順番で送信をします。この LSB、MSB の考え方については他の通信でも使用します。例えば I2 通信、SPI 通信、UART 通信などで使用しています。パラレル通信のように複数の通信線を使わずに送信をするシリアル通信でよく使われます。ぜひ覚えておいてください。それではカスタムコードとデータの送信関数を作っていきます。まずは LED をオンして、オフする時間が 1T と 3T で違いがあるので、 LSB の値が0か1かを判定して実行をします。その後に LSB 側へ1ビットシフトをして合計8回実行するようにしています。最後に送信の関数を制作します。データの送信時にはカスタムコードとカスタムコードのチェックサム、データとデータのチェックサムを送信するので、その変数を用意しました。送信順のリーダーコード、カスタムコード、カスタムコードのチェックサム、データとデータのチェックサム、最後にストップビットを送る順で関数をコールします。事前に調べておいたテレビのカスタムコードと電源ボタンを押した時のデータを代入していきます。赤外線センサーとオシロスコープを使えば簡単に解析ができますが、もしもオシロスコープがなければ、前回投稿したアルディーノでリモコンを解析する動画を参考にしてください。概要欄にリンクを貼っておきます。最後にスイッチを押した時に赤外線通信のデータが送信されるように関数をコールします。プログラムが完成したのでコンパイルしてみましたが、大文字と小文字の違いでエラーになっていました。プログラムの書き込みが完了したので、 DC ジャックに AC アダプターを接続し動作を確認していきます。まずはオシロスコープでデータの送信状態を確認しました。問題なく動いてそうです。続いてテレビにデータを送信して、テレビの電源がつくか確認しました。
ちゃんとついたり消えたりすることを確認できました。赤外線 LED が上を向いた状態で距離を離して試していますが、無事に動くことを確認をしています。完成はしたものの、トーン関数とディレイ関数の相性が悪いことが分かったので、あまりアルディーノでリモコンを作るのは現実的ではないかなと思いました。改善策としては、タイマー IC などを使うというのがあると思います。ぜひ余裕のある方はお試しください。このチャンネルでは電子工作やプログラミングに役立つ情報を発信しています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。